ほぼ堂々南京の市街を行進する日華両国陸軍の精鋭、宿敵米英に戦いを戦して我が国と同姓教師の盟約にあくまで生き抜く道を求める中国では、王主席以下一体となって国軍の整備強化に奮闘し、日華共同の演習を行っては皇軍の優れた戦闘技術の中から近代戦の妙を体得しようとしているのであります。王主席も陣頭に立って畑大将と共に熱心に観戦する。中国国軍は組織なお非浅しとはいえ、すでに粗相作戦において皇軍に協力、かっかくたる戦果を収めたのでありますが、日夜重なる猛訓練にいよいよその実力を養い、米英打倒の一翼を睨わんとする意気は誠に頼もしき限りであります。